嵐の櫻井翔が15日、曜日キャスターとして、日本テレビ系報道番組、ニュース、ゼロに出演したが、ジャニーズ性加害問題の話題には、ノーコメント。代わりに MC を務める有働由美子が、問題について語った。番組では、スポーツコーナー後に、ジャニーズの性加害問題を放送。藤島ジュリー景子社長が発表した動画を流し、これまでの経緯を説明した。ただ、この問題に入る前には櫻井が画面から姿を消し、有働だけで進行。さらに VTR が終わった後に、有働がこの件については、番組で話し合って私が話しますと切り出し、まずは性被害については被害者のケアを最優先にしてほしい。そしてエンタメを通じてたくさんの夢を見せてきてくれたジャニーズだからこそファンや私たちが迷いなく夢を見続けられるようにしてほしい。そのためには今回の説明にとどまらず、プライバシーを守った上でですが、情報をオープンにする社会的責任を果たしていくべきだと思いますと話した。さらには、私たちゼロも性被害は絶対に許さないという姿勢でしっかりと向き合っていきたいと思いますと宣言した。この問題を放送している間は、櫻井は姿を見せることはなし。ネットなどでは、翔くんは言えないよねと擁護する声や、有働さんありがとう、ゼロの判断ありがとうといった具合に、櫻井にコメントをさせなったことで安堵する声が上がった。その一方、コメントできないなら、出演しなければいいのに、扱うニュースを選ぶなら、キャスターを名乗らないでほしいと、ノーコメントだったことへの批判も集まっている。